昨年はお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。今年最後の動画、はい、ということで。3年目ですか。3年、4年目だ。4年目。一応。終わりました。はい。応援をいただきまして、僕らも楽しくできております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、来年も、引き続き盆栽Qをよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。今年、はい、いろいろ全国回りまして、はい、いろんなところで T シャツ作ってくれという、はい、お声をいただきましたので、はい、作りました。ニューバージョン。ニューバージョン。見るけど見えない。ビートルズ。ビートルズ風のやつをあしらった盆栽QTシャツ。後ろは、はい、こちらも要望の多かった赤松の文人イラスト。バックプリントですね、初の。はい。初ですね。ということで、Tシャツ今予約受付中ですので、はい、色はなんと、はい、何色展開、2色展開、一応今2で考えてます。はい、じゃどうぞ赤もね、赤、かわいいですね。かわいい、かわいいです、かわいいです、うん、赤も作りました。どうですか、着てみて。いいじゃないですか、日常使いできるような感じで、うん、確かにこの上から羽織ってもいいし、はいはい、ね、前だと羽織ってここにドンみたいな感じだけど、これだったら羽織ってもチラ見せだね、いい感じで。後ろ暑いな、脱いだらこうなる。おお、いいね。春先に向けて、はい、一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。ところで、ちょうど今予約販売通販で1月下旬から2月上旬に送れたらなって思ってて、で立春盆栽大市と昼間さんのワークショップには在庫残しといて出そうかなっていうふうに思ってます、はい、みんなでこの T シャツを着て2024年楽しんでいきましょう。はい、はい、また来年。また来年。はい、何してんすか。もともとまあ本当に倉庫みたいになった部屋を全部片して、で元にあった漆喰を全部剥がして新しく漆喰を塗ってます。でこの後ここを畳張り替えて和室みたいにして、でまあ本当に飾りができるようなところにしたりとか、あとお茶が飲めたりとか、そういう場所になればいいなと思ってます。業者の皆さんお疲れ様です。お疲れ様です業者さんがね、業者さんが、はい、来てくれてるんですか。そうです。ボランティア、ボランティアの、はい、ボランティアの業者さんたちが、フェスにも来てくれる業者さんなんですけど、フェスのお手伝いもね、そうなん、はい、月謝も払ってくれる、月謝も払っている、払ってこれやってくれてますから、本当だよね、すごいよね、今日30日でしょ、はい、すごい皆さん、ね、ご自宅のお掃除もあるでしょうけども、中、はい、来てくれてやっております。まあ本当にそんなに時間かからずにも広めできると思いますんで、あ、ここ、はい、休憩ができるような場所にできたらなと思ってます。2024年の当時も、はい、今後期待と、ちょっとこれからまた高木さんも入ったことなので、はい、どん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 パワーアップしていきたいなというふうに思います、はい、はい、よろしくお願いします。